ようやく完成しましたか。これがユアン商会が再建したっていうニューカシミスタンか。見た感じはカシミスタンの街そのまんまだけど。砂漠唯一にして世界最大、僕の理想を形にした経済特区です。例えばここは街のメインストリート、両脇は商人向けの卸商を並べて巨大市場にするつもりです。観光客向けの小売店は正面の建物にまとめて誘致してます。すごいな。お前の構想通りに行けばランベルト以上の賑わいになるぞ。これ全部ユアン商会の資材はたいて建設したんだろ。ええ、おかげで今期の決算は大赤字ですよ。だろうな。だけどこれで砂漠も賑わいを取り戻すはずだ。意外だったけどさ、見直したよ。ボランティアでここまでやるなんて。ボランティアですって？ああ、だって資材を投げ打って滅んだ町を再建するなんて。この僕がそんな甘っちょろい考えで動く人間と思いますか？え、この町はユアン商会のさらなる飛躍への足がかり。ここから僕の世界経済征服計画が本格始動するのです。はあ？広大なムジャバラール砂漠の地下には手つかずの資源が眠っています。採掘拠点としてこの町を復興することで、その全てをうちが独占できるわけです。さらにこの町は砂漠唯一の都市として東西物流の要所にもなる。すまん、ちょっと確認したいんだが、これはボランティアでも人助けでもなく、もしかするとただの投資？当然です。見返りのない慈善事業なんて豚に札束を食べさせるようなもの。莫大なコストはかかりましたが、3年で回収させてもらいますよ。くっそ、さっきの感動返せよ。まあ見ていてください。5年以内に世界経済を手中に収めてみせますよ。お前が言うとマジで実現しちまいそうだから怖いんだよ。ところで一つ相談があるんです。相談？アルトには僕のパートナーになってほしいのです。この書類にサインをください。なんだよこの書類、嫌な予感しかしないぞ。そんな大げさな、ただの雇用契約書ですよ。雇用契約？全国に轟く英雄アルトの名声を利用しない手はありませんからね。では早速ここにサインを。いや待て待て待て、そんな大事な契約こんな即決でできるかよ。リーダーたるもの決断力が大事です。絶対に損はさせませんから僕を信用してください。信用してないわけじゃないって。ただその心の準備ってもんが。世界は僕たちを待っていますよ。俺たちを？そうですよ、平和な時代を支えるのは商売です。世界を救う勇者様の物語はこれからが本編ですよ。大丈夫、これは金儲けじゃなくあなたの好きなボランティア、人々を潤すための人助けなのです。肩書きが一つ増えるだけですからね。わかったわかったよ。これで10年間の雇用契約締結完了なのです。くそー、推しに負けた。さあ善は急げです。砂漠の広大な資源が僕たちを待っていますよ。おい待てよ。結構揺れるな。滅場所は一流ですが、まだ道が未舗装ですからね。商人が通る道はいつもこうです。商人は未開の地を開き、そこに経済を作り、人を集める。集まった人々は商売を始め、そしてようやくそこに道ができる。道ってそうやってできていくのか、考えたこともなかったな。その道が流通と呼ばれる商売の本質です。俺たちが砂漠で見つける資源もいつかはそこにつながるってことか。その通りです。商人はそのために命を懸け世界を渡っていきます。僕たちが道を切り開くんです。それが未来へとつながるはずです。なんつうかつくづくお前ってすごいよな。スケールがでかいっていうか、遠くを見てるっていうか。お前は全ては金のためだってよく言うけどさ、俺はそれだけじゃないって思うんだ。なあ、そうだろ？
寝ちまったか。大人なんだか子供なんだか。アルト、契約は絶対ですよ。そうだな、お前が見ているもの、いつか俺も見てみたいって思うよ。だからビジネスパートナーとして末永くよろしく頼むぜ。